山中常雄は、日本の江戸時代の将や、出雲国の戦国武将山中高生の子孫。山中常めの長男、母は不詳、または山中義明ともいい、通称は、吉早やいよいよ江門と称した。墓所は、広島市西区の改造寺と広島市西区の光禅寺にもあり、法号は与禅院、森沖上新古寺、または、尺常雄神寺。 山中高生の娘である、八重姫の子孫である。父の山中常夢が上京を4年に、草津村から五日市江菱を浜へ京を構えることとなり、一家で五日市江菱を浜へ引っ越した。元禄十四年2月に山中常夢が没したため、家督を相続することとなり、吉和やいよいよ江門を称し塩浜経営を継承し、有力な浜市となり、 五日市江美塩浜の庄屋などの役職を務めた。妻との間には3人の男子を設けるも3人とも、創生したために、長女に大会伝の藤谷一部への次男である藤谷よりさを、婿養子用紙に迎え入れた。上友以降の歴代の吉和屋の当主は、吉和屋いよいよ江門の通称を継承し、塩浜経営を行ったが、江戸後期に入ると、塩田不況により、 有力な浜主も塩浜をやむなく手放さざるを得なくなり、海老塩浜の塩浜も衰退していき、天保年間には、吉和屋は塩田不況の影響により塩浜経営に失敗し、多額の借金を背負ったために没落への道をたどることになった。ありがとうございます。